今後に期待だな。まだ始まってねえよ。はい、皆さんこんにちは。面白いゲームを求めて3000里歩たりとも動いてねえだろ。ゆっくり霊夢です。はい、マリサだぜ。ムッフ、聞いてよマリッサ。また見つけてしまったタルコフライクなゲーム。これはマローダーズっていう宇宙を舞台にしたディーゼルパンクなゲームだな。一応設定としては第一次世界大戦が終結せずに極限まで発展した工業力で宇宙に進出って感じらしい。なので登場する武器は WW1 や WW2 で使用されたものだぞ。マジで私のドストライクなラインナップ。宇宙って聞くとおしゃれな近未来なデザインが多いけど、こういった工業チックなのもいいな。システムとしては大体タルコフ。こうしてまずは装備を出撃前に整えます。もちろん死んだら全ロスなので注意。で、私この時まだシステムを理解できていないので、まず何を持っていくのが正解かさっぱりなので手探り状態でプレイしています。一応ポケットに入っているのが今回使用する武器のルガーに必要な9ミリ弾、そして回復のための包帯で食料を持っていきます。このゲームも空腹要素あるんだ。ね、ちょっと違う。ご飯を食べていないとスタミナの最大値が減っていくって感じだね。また後で説明するよ。で、今見てる画面はクラフト要素だね。レイドに出てレベルを上げるとクラフトを解放できるポイントがゲットできます。ポイント貯めて解放して装備を揃えていく感じか。まあそんな感じ。私はまだポイント持ってないので何も解放できないけど。で、ディーラーもいるので装備に困ることはないかな。で、ディーラーも何人かいて時間ごとに変わっていくので欲しい武器があれば買いだめしないといけないぜ。あとはスキン要素があるみたい。ここら辺は詳しく見ていないけど、正式版になれば色々出てくるのかな。一応今は7月20日から26日で行われたクローズドベータ版です。で、この画面がタスク関係みたい。ただ私はバグっててタスク受けられないんだな。まあベータだししゃあない。で、ここが武器詳細が見られます。何ができるかはよくわからんけど。で、最後です。これが私が使用する宇宙船。宇宙船何に使うんだ？このゲームレイドに出るとまず宇宙船を操作して目的の場所まで移動するフェーズがあります。ここで自分の船のカスタマイズができるんだぞ。まああとはいろいろ遊びながら見ていきますか。じゃあレッツゴー。はい、スタートしました。最初の装備は偵察目的なのでルガー1丁で行きます。すまねえ、まずは設定するわ。まあ最初のレイドは大体操作感をつかむためだよな。まだ細かく設定はできないみたい。ABS としゃがみは切り替え操作できるんか。一番重要なリーンの切り替えがまだできない。長押しリーンはしんどいな。うへい、ここは切り替え追加してくれ。なんとなく調整終わったので船を動かしますぞ。ここで操縦して目的の場所まで移動します。おお、宇宙や。逆転霊夢行きまーす。で、これどこに向かうんだ？中央にでっかいステーションっぽいのがあるのでそこに向かいます。あんで？周り見渡しても見えないんだけど。左側のステーションか？あれだあれだ、あの黄色く光っているところに行きます。ちなみに鉄線があると戦闘になるので気が抜けない。ただ今回は安全に到着できそう。おっしゃー、中に乗り込むぜ。さて船を降りますぞ。入り口どこだ？後ろの階段降りてすぐだったはず。あったあった、ここだ。ここのスイッチを押してエアロックを開けます。で、中に入ってもう一回スイッチ押します。次の扉が開いたらもう戦場ですぞ。よし、行くぞー。これ下手したらリスキルありそうだな。ちなみに途中参加あるっぽいので全然リスキルあると思う。これ漁れる箱かな？それっぽいな。何か入っているかな？なんもねえな。これ漁られた跡かな？何もない。なんか奥の方から銃声したぞ。ちょいと寄ってみますか。お、めっちゃ人転がってない？この奥に誰かいたりする？誰もいなさそうなので漁ってみよう。なんだヘルメットか。武器やカバンが欲しいところだな。まあ最初は偵察目的なのでもらえるだけラッキー。さて、この人は何か持ってるかな？これはペペシ？私たちが知ってるペイペイじゃと見た目違うな。やって敵いるし。多分倒せたな。急にいるからびっくりするわ。なんか近くに足音するぞ。あれは NPC だな。あんで？結晶一発じゃないのか。はい、オッケー。あ、そうそう。敵の名称なのですけど、NPC がレーダー、プレイヤーがマローダーというらしいです。おっと？敵が近寄ってきたな。レーダーはそんなに賢くないな。意外とルガー1丁で戦えるものだな。レーダーの武器を隠しやすいので破産しても大丈夫そう。お？アーマーと武器あるやんけ。これで最低限の装備揃ったな。でも削れてるな。このゲームのアーマーシステムどうなってるんだろう。やっぱり耐久値によって貫通変わったりするのかな。なんか下から足音するぞ。これ一回音立てちゃうと近くのレーダーがめっちゃ近寄ってくるな。これ場所が悪いと囲まれてボコボコにされそう。また足音だ。走っちゃうとかなり広範囲に聞こえるな。そしてまだ操作が慣れてない。うん、止まったな。多分こっちの音だぞ。いや、どこの足音聞こえてんねん。あ、やべえ、こっち来る。うん、待て、なんかごせえぞ。うわぁ、反動強ぇ。これマローダーだろ。あかん、プレイヤーだ。マッツイ引きます。あとフルを落とすると前方よく見えなくなるの辛い。お前さっき敵いないところを撃ってたもんな。打ち合い難しいぞこのゲーム。さっきのプレイヤーどこ行ったんだ？上上。お、さっきのやつか。頭一個しか見えねえけど応戦しますぞ。あんで？今のヘッショっぽくね。よし、見に行こう。撃っといた、押せてたわ。めっちゃうまそうだな。ムッフフフフフフ。めっちゃ物資持ってるやん。アーマークラスの数字が出てるのパッと見で分かっていいよね。こういったゲームって何が強いとかわからないから数字で判断できるところは好感。あとは武器の耐久値？もう赤いゲージで見れるのでこれもいいね。まだ物資の種類も多くないからすぐに覚えられそうだな。正式版が出たら多くなりそうではあるけど。カバンいっぱいなので帰りたいけど敵いるな。てか、これどうやって帰るの？乗ってきた船に戻るか、脱出スポットがマップのどこかにあるのでそれに乗って帰るかだね。クソ、レーダーに囲まれちまった。敵に弾が当たってるか全然わかんねえ。さっきのやつ言ってそうだな。この武器リロード遅い。おっと、やべえ、機械は。うわぁ、エイムがー。
テント入れるなや。なんかいろいろ大変そうだな。やってみるとわかるけど操作感が他の FPS と違う感じはする。なんか全体的に体が重たい。数ダメージくらいながらだけど処理できたな。で体力の回復は包帯などの医療物資を使うかご飯を食べて回復します。ご飯を使う場合は体力が少し回復とスタミナの最大値が回復するんだぞ。まあ包帯1個じゃ足りないので2個3個持ってくるか食料をたくさん持ってくるなりしないと戦闘厳しいかも。包帯はそこまで回復できないんだな。上位互換の医療キットっぽいのもあるので持ってるならそっちのがいいね。さて回復もないので脱出しましょう。乗ってきた船の場所がわからなくなったので今回は脱出ポットから帰ります。まあでも帰るだけだからこっちのが早かったりする。あれだな、正面の船みたいなところに着けば脱出完了です。そして今乗っている船は加速することもできるんだぞ。実はこの船の時に敵船に体当たりして乗っ取ることもできたりする。そこも楽しい要素だよね。はい、ということで脱出できます。ではニンニン、持って帰ってきたのはいいけどスタッフ小さすぎる。これ以上何も入らないな。ってことでいらないものは売っていきましょう。レベルが上がれば圧縮できる箱が作れるからそれまで我慢です。物を売って装備を整えたらレイドに出ますか。あんね、なんかさっきのマップと見た目が違うな。一応いくつかマップはありそうだな。ただ出撃しないとどのマップになるかわからんけど、そのうち選べるようになるのかな。この先誰かいそう。まだレーダーとマローダーの見分けつかないよな。いたいたいた。結構反動の制御難しいな。まだ慣れてないところもあるけどな。風なんとか倒せた。おんおんおん、誰か走ってくるぞ。今走り抜けたよな。しかもすぐにひょっこり顔出してくるし。てか二人いないか。一人目は倒したからもう一人いるぞ。いや待って、これマローダーか。でもレーダーっぽい気がする。敵に捕捉されるとかなり機敏に動いてくるよな。おっとエイムがずれてる。あっぶねー、人数多いの結構しんどいぞ。もちろん倒した分だけ物資もうまい。今使ってる MP40 が結構使いやすい方だと思うので手に入るの嬉しい。あんで、これマローダーじゃね。あー、そのキーカード持ってるのがプレイヤーだな。それで敵船のエアロック開けて船を奪えるぞ。へえ、そんな要素もあるんだ。あとトレーダーに売ってもそこそこ高い。それ重要。荷物いっぱいなので一時帰宅です。ではニンニン、敵船発見どうする。もちろん撃つに決まっているだろ。オラどんどん撃ち込め撃ち落とせ。別の船から撃たれ始めたぞ。なんか鉄線こちらの種類と違うな。あれはクラフトで作った船かな。何種類か作れるんだよ。いやあの船の耐久値が半分切ってるけど、まずいこのままでは船がぶっ壊される。ダメだー、総員退避。逃げるぞー、死ぬ前に逃げるぞー。この場合って船と共に爆散か。大丈夫、こういう時のために脱出ポットあるから。あの船よくもやってくれたな。このゆっくりやられっぱなしは性に合わんぞ。仕返しじゃー。そう見失ったからあの船でいいや。行くぞー、その船をよこせー。まさか突撃するのか。ほらー、書き込みじゃー。お命ちょうだいいたすー。うん、でも静かだな。あんで、この船の船長どこ行った。もぬけの殻でございました。この船も脱出した後だったんだな。聞く証意味ないじゃないか。再び敵船発見、その船をくれー。次こそお命ちょうだいいたすー。はぁー、もうすでに死んでる人がー。うわー、これ戦闘の後だな。しかもボットで体当たりすると体力削られるんだな。うわ、半分以下になってるし。転がってる人たちから装備を回収したぞ。さて今からだな。この船のカードキーを持ってる人を倒して船を奪うんだよな。多分操縦席にいると思うけど、あんで脱出してない。こういうこともあるんだな。ねえ見てよマリッサ、ステンガンかっこいい。イギリス製のサブマシンガンだな。とてもシンプルな見た目で刺さる人には刺さる。マジで私こういう銃好き。で正面で戦闘してるねー。ちょっかいかけてやるか。うん、この部屋にいない。お腹痛いじゃー。嘘だろ、今まで仕留めきれないのかよ。一応使用している弾は9mm弾、店売りで一番安くて手に入りやすいものだな。ってなると火力も一番低そうな気配はする。多分あいつのアーマーも硬いものだろうな。こっちの方に逃げた足音はしたんだけどどこだ。これ出てくるぞ。こっちか。撃て撃て撃て。リーンして被弾面積も低くしないと。やべえ、追いかけてきてるー。かなり好戦的な人だな。あっぶねえ、なんとかなった。しかしこっちはボロボロよ。めっちゃええ装備やん。このゲームの最高アーマークラスいくつなんだろうな。それはさっぱり。でもこの人はいい装備っぽい感じはするのは確か。カバンも大きくなるしありがてえ。さてもうちょい明後日から帰りますか。レーダー突然出てくるからびっくりする。どこで枠とか決まってるのかな。やってみた感じ特定な場所はなさそうな感じはする。さてカバンいっぱいなのでそろそろ帰りますか。親ビスケット缶かな。これ開けちゃうとカバンがビスケットで埋まってしまう初見殺しアイテムだな。このまま持って帰って必要な時に開けるのが吉。それでは帰宅するでござるニンニン。ちょっと短いですが今回はここまで。正式版に期待しているゲームですのでみんなも出たら遊んでみようぜ。ではではご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価をお願いしますぞ。それでは皆さん良いマローダーライフを。またね。